待てー、リーサリアぞ。俺からのお願い。うん、クズがおった地球に。ドスケベ国家公務員やこいつ。もう二度とスマブラできなくなってもいい。お願いだ。もう吸い込まれる闇の力に。あと11秒。待てー、卑怯者が。えい、基本に忠実に俺はガーキャン使い。負けねえんだよー。リーサリアぞ。まだやった。弓矢引いたんが敗因だ。やべべ、落ち着け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 。今弓引いたん最悪最悪。よっしゃー。はい、格付けと。いや、負けやんて、お前。え、待って待って。負けやんて、この画面見てよ。いや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 、うーん、やんて、画面、見てよ。勝ちは勝ちよ。よし。まず一本。ああ！抵抗すんじゃねえ！楽しそうだねえって出たー！キチガイ来た。ほらべ、あー回転切りにしちゃってる。もうほっとこいつ。もういや、もうほんと嫌。もういや、やりたくねえ。スマブラからこいつ消して。いらんやろピチューとか。存在しちゃうんでええやんこいつは。そもそもええやん。こいつの代わりにマイメロ出してくれ。俺からのお願い。任天堂ちょっと言うとかなあかんな。キャラディスやめてください。僕めちゃめちゃそういうの差別しますよ。メンメンとか何のキャラかわからんし、誰も喜ばん特殊なキャラやと思ってるやん。マジでなんであんなもん存在させたんやろ。ゲームのキャラクターより人間の方を大事にした方がいい、実際のユーザーを。いけー！あーし！はあ、よしよしよし、プレッシャーに負けねえ。切断してきたんやけど、このクソ。せめてこの画面でしてくれ。これで戦闘力上がらんのか。どっからどこまでが上がんやろうな。クソやな、許すな。 QROSS って人やったで、お前ら拡散しといて。
うん、クズがおった地球に。うるさい、うるさい。うるさい。よし、逆だ高行き、落ち着け。あー、超えた。こんにちは、バキでーす。よしよし、600万、700万までいこっかな。いいジャストガールだ。ドスケベ国家公務員似てる。確かにこいつドスケベ国家公務員似てる。どっかで見た顔だと思ったぜ。終わりだ。ふう、あいつは翻訳家になった。いいじゃん。確かに似てる。本当に似てるよ。びっくりするぐらい。このシュッとした人格に切れ長のまつげ。ドスケベ国家公務員やこいつ。女性もののパンツ履いてるやつな、常に。じゃね。じゃ750万までか600万台いくまでにしようかな。え、俺今日そんな特別うまいって感じじゃんけど勝てるやん。いや、うまいのか。みんな今日はこいつに勝って笑おうぜ。リベンジだよ。え、やべえ、手先が見えねえ。敵をそんな広範囲で見るやんってことか。あー、きた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 、これきた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 。この前のやつより近距離戦をよく行うな。え、何それ、意味わからん。お前スマブラ打ってこい。なあ、俺に負けるようやったらよ、その方がええんちゃうか。なあ、
な。このパターンは緊急回避もしっかり使ってきやがる。あーもうなんで出ねえんだよ、根拠攻撃よ。頼む、答えてくれ、俺の期待に。それができんのはお前だけや、リンク。頼む、今だけでいいんや、今だけ。もう二度とスマブラできなくなってもいい。お願いだ、もう。本当ありがとう。終わります。今までスマブラ配信楽しかったです。ありがとう。今からスマブラ打っていきます。さよなら。